はい、B、小野陽子の伝記を読みましょう。はい、アルマンドさん、小野陽子さん、知ってる？知ってる。知ってる、誰？この読みなので。ああ、これを読んだので知ってます。これを読んだので知ってます。はい、あの、はい、If you can't find a noun, これ is easy one, right?If you use この、yeah, you have to say この読み物 or このページ or you have to pick some noun. はい、これを読んだので知ってます。はい、わかりました。じゃあちょっと読んでいきましょうね。あの、じゃあ順番に読みますか。ちょっといきましょう。はい、じゃあちょっと大きくします。お、こんなもんかな。はい、小野陽子は1933年に東京で生まれました。陽子の両親は芸術が好きで、陽子も子供の時ピアノを習っていました。芸術なんですか？芸術、ミュージック？はい、芸術はね、アート、はい、インクルーディングミュージック、芸術、はい、芸術、うん、はい、いいですね、はい、芸術が好きです。はい、陽子は1953年父親の仕事で家族とアメリカに行き、ニューヨークの大学に入りました。はい、じゃあ計算しますよ。陽子さんはアメリカに行った時何歳でしたか？陽子さんはアメリカに行った時何歳でしたか？何歳？に、20日。はい、惜しい、惜しいよ。20歳、難しいんだよね。そうなの、はい、陽子さん20歳でアメリカに行ったんだね。知らなかったよ、先生は。はい、行きましょう。はい、はい、アメリカのどこに行きましたか？ニューヨークに行きました。ありがとう。続けます。大学では主に家族、音楽と詩を勉強しました。1964年、31歳の時、陽子は自分の詩を集めてグレープフルーツを発表します。陽子の詩は短くて俳句みたいです。数えなさい、雲を数えて名前をつけなさい。ん、はい、陽子さんは大学で何を勉強しましたか、ルマンダさん。何を勉強した？芸術？そうだね、まあそうだね。はい、確かに。はい、音楽も詩も芸術です。だから陽子は芸術を勉強した。いいよ。うん。でもここに音楽と詩って書いてあるからね。音楽。そう、音楽と詩を待ってた。そうそう、先生は違うものを待ってた。OK。はい。そう、陽子さん音楽と詩を勉強してた人なんだね。はい。数えなさい。雲を数えて名前をつけなさい。この詩は読んだ人が雲を数えて名前をつけた時に完成します。おー、面白い詩だね。はい、どうして面白いですか？わかりません。数えないは何ですか？はい、数えなさい。数えなさい。数える。はい、数えるという動詞です。動詞？はい、動詞です。はい、数える。はい、
じゃあ、はい。例えばね、レッスンの数を数えましょう。1、2、3、4、5。はい、数えると言いますね。はい。じゃあ、アルマンダさん、スペイン語で1から10まで数えてください。スペイン語で1まで10、1あ、から1か10らま10、で。OK。はい。1、2、3、4、ちょくちょくちょく。5、6、7、8、9、10。いいですね。はい、数える、いいですよ。でもね、数えるになさい、はい、覚えてますか？バーブステムプラスなさい、トークダウン、はい、コマンドでしたね。はい、トークダウンとコマンド。はい、詩だから。はい、書いてる人、陽子さんが読んでる人にコマンドしてるんですね。はい、だから読んでる人に届くように書いてるね。うん、届く。はい、reach。 はい、いいですか？コミュニケーティブですね。ああ、インタラ OK。クティブと言いますね、多分。うん、ようこさんの詩、はい、インタラクティブです。だから面白い。例えばね、数えなさい、雲を数えて名前をつけなさい。この後ろはね、1、2、3。はい、例えばね、あずみさん、ああ、わかんない。何しようね。メアリーさん、スーさん。こんなふうに名前をつけて。はい。それで詩が出来上がるよ。はい。という詩を書いてたんですね。はい。続きを読みます。1966年、イギリスで陽子の展覧会がありました。すごい。陽子さん、すごいね。はそうい。です。陽子さんの展覧会、陽子さんが展覧会をした場所はどこですか？イギリスで。はい、場所はどこですか？ Respond the answer。 場所はイギリスです。です。そうですね。 If you stop there、 イギリスでしましたとかね。 Verb sentence。 ああ。はい、違いますね。はい、素晴らしいですよ。はい、陽子さんが展覧会をした時何歳でしたか？何歳？何歳？23歳ですか？ 若くなったよ。ちょっと待っはて。陽子さんは1964年に31歳だったんだよ。33歳です。33歳です。はい、いいですよ、陽子さん、33歳。はい、1966年のこの展覧会、その中の作品の一つが天井の絵でした。見に来た人ははしごの上で虫眼鏡を使って天井にある絵を見るのです。ある日、一人の髪が長い男が来て、虫眼鏡で天井の絵を見ました。い、そこには小さい「イエス」の文字がありました。イエス、この言葉に男はとても感動しました。感動する、何ですか？感動する、 to feel moved。 その通り。もう一回言って。感動する。感動する。はい、最後の「お」ね、忘れないで。感動する。感動する。はい、いいですよ、上手。感動するね。はい、ロングワードです。はい、どうして感動したと思う？どうして？どうしてかどうな。して？たぶん、上、下に来た
下から来たので、Yes、を見たとき、多分、感動しましたか。感動しました。下から上を見たら感動したの？どうして？みんなどうして感動したと思う？教えて、どうして感動したと思う？ああ、日本語では難しい。わかった。じゃあいいよ。スペイン語でも。って嘘。英語で言ってください。英語で言ってみて。OK, OK.、well, this is my interpretation, but maybe because he comes from 下 to 上. And そうだね。うん。It's a reflection of his life, maybe.Or the life of many people that they have to make an effort to see if things are gonna go well in their lives. And once he goes up, climbing the stairs is the effort. And in one, once he reach up and he finds like a positive answer, he's very happy. 素晴らしい。はい。下から上に上がってね。I think your interpretation is pretty deep. Like, you know, people are like always like in the bottom of the layer of the society and they struggle to go up. And once they reach to the top ceiling, and that's what, yes, can give you the validation, kind of. But I mean, yeah. はい、下から上に上がります。大変です。でも天井に頑張って上に上がったら Yes! というポジティブな言葉があります。ポジティブな言葉が見れてすごくあ頑張ったな Validation、はい、認めてくれたなあ頑張ってよかったなはい、そんな風に辰巳先生、はい、どう思いますか？はい、私はねそうだね。何かを探してる人、みんな何かを探してるよね。で、じゃあはしごがありました。ああ、じゃあ登ってみようか。うん、のでもそ、はしごを登ります。何があるかわからない。でも登ってみよう。はい、登ってみたら、はい、そこにイエスという言葉があった。そう、登っていいんだよ。はしごがあった。はい、じゃあこの道を。チャレンジしてみよう。私もすごいポジティブなメッセージを感じました。うん。で、ね、わからないもの、この先に何があるかわからない。っていう中でみんな何かを決めて、選んで、アクションするね、行動します。そこにイエスっていう文字があったら、すごい、ハッピーになると思う。はい、バリデーションですね。バリデーションの簡単な日本語がわからないんですけど。はい、it's very strong. Yeah. And so it's similar. I think it's similar to the So. Yeah, yeah. I didn't think about like the social structure of like, you know, the poor people, like this kind of social, like, you know, the economic situation. Well, not that.Yeah, not that deep, but yes, you know, people are always yeah, seeking somewhere, but we don't know where to reach, you know, in the end. But if in the end you see, yes, it could be really good. と思った。はい。その先にイエスがあるっていうのは。はい。そこはね、小さいからメガネがいりません。メガネがないと見えません。でも、頑張ってみれば絶対イエスがあるよ。うん。だから実は登るだけじゃない。本当にイエスないの？あるかもしれないね。すごくない？うん。そう。小さいの。メガネがないと見えないの。うん。でもそこにはある。はい。
Okay, と思った。